さて今日も動画のコメントでも見てみようかな。ん？全身 GU コーデが見たい？なるほど。確かに今までやってこなかったな。まあ、そういう需要もあるのかな。でもうちのチャンネルだとちょっと GU の動画あんまり見られないんだけど、どうしようかな。ということで、皆さんこんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、全身 GU 大人コーデということでお届けをしたいなと思っています。先日皆さんにですね、ちょっとしたアンケートをお願いしたんですね。こちらのチャンネルでどんな動画を見たいですかと皆さんにですね、お尋ねしたところ、いろんなご回答をいただいたわけなんですね。まあその中には非常に興味深いものもあって、まあすでに動画化しているものもあるんですが、まあ今回はですね、その中でも全身 GU コーデを見てみたいというリクエストにですね、全力で僕なりにお答えしていきたいなと思っています。ところがですね、僕の動画の中では結構 GU の動画って、まあ、たまにやるんですけども、そこまで再生回数が伸びないんですね。これなんでかなと思ったんですけど、やっぱりですね、大人世代だとユニクロと GU を比較した時にユニクロの方が大人っぽくて使いやすいという印象が強いんだなと思います。これは僕自身もそう思っていますし、ある程度の大人世代であればベーシックで質感もいいユニクロすごく使いやすいかなと思うんですが、一方で一ファッション好きとしては GU が持つトレンド感というところは素晴らしくて、やっぱりユニクロにはない今っぽさを結構楽しむことができるので、まあ、正直この2つをですね比較した時に旬な着こなしは GU の方が作りやすいんですね。なので、まあ、今回はですね全身 GU コーデということで、まあ、どのようなスタイリングの違いがユニクロと出るのかというところも皆さんにぜひ見ていただきたいなと思っています。まあこの動画結構僕にとっては大きな転換期になるかなと思ってまして、今回の動画がまあしっかり多くの方に見ていただけたら、やっぱり定期的に GU のアイテムですとか全身コーデもお見せしたいなと思うんですね。まあユニクロにはなくて、さらにユニクロよりも買いやすいし、品質の面で言っても GU どんどん上がっています。以前はちょっとこう素材の質感チープに見えるかなと思ったこともあるんですが、今はほとんどそういったこともないので、まあこれからしっかりと取り上げていきたいなと思うんですが、果たして結果はどうなるでしょうか。ぜひ皆さんもですねコメント欄で本日の全身 GU コーデの感想も聞かせていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に全身 GU コーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、サイトの方を見てみたら今っぽくて使いやすいものたくさんありました。今回はですねそちらを一気に通販で購入して、まあ、実際に色々と着てみてるわけなんですが、まず一つ目のコーディネートから皆さんにご紹介したいなと思います。一番上に着てるのは先日も動画の中でご紹介しましたチェスターコートですね。まあこういったベーシックなコートもですね、ユニクロと比較するとサイズ感が少しゆとりがあるんですね。ユニクロのチェスターコートってもう本当に定番的なサイズ感なので、トレンド感やや出してるんだけども、やはりジャストサイズに近いんですが、まあ、GU のですねチェスターコートだとちょっと肩のラインもやや落ちていますし、身幅もゆとりがあるような形で、まあ、少しワイド感が漂うようなそんな仕上がりになってるかなと思います。色はグレーなんですけども、細かいヘリンボン柄が入っていて、このあたりも季節感があってなかなかいいんじゃないのかなと思いました。価格がだいたい7000円前後なんですが、このような雰囲気がですね、この価格帯で実現できるのはかなり驚きかなと思います。見た感じチープさみたいなものもないので、これは仕上がりめちゃくちゃ良かったです。そしてその内側にはですね、今回ちょっと意外性のある組み合わせしてみたんですが、ドライバーズニットを使ってみました。まあ、このようなトレンド的なアイテムというのはやっぱり GU がとても上手だなと思いました。これなんかはですね、価格2500円ぐらいなんですよね。2490円だったかな。この価格帯でドライバーズニットは手に入るというのはまずありえないような価格設定だなと思います。襟の高さも高すぎないぐらいの設定で個人的にはすごくいいですし、厚みもですね、中肉厚よりもちょっと厚手に振ってあってざっくりめのニットで、なかなかバランスがいいんですね。で、個人的に嬉しいのはこれがですね、ダブルジップになっているという点なんですね。そうすることで、まあ、下まで全部締めて着ることもできるんですが、まあ、こちら下から開けてですね、下に着ているシャツとかをですねレイヤードで見せることが
ができるので、このあたりもなかなかバランスがよく作られてるのかなと思います。結構ユニクロのアイテムってダブルジップだったらよかったのになっていうものも少なくないんですね。例えばハイブリッドダウンパーカーとかもダブルジップだったら嬉しいなと思うんですが、まあ普通のジップなんですけども、このようなドライバーズニットでしっかりとダブルジップになっていて2490円ですか、これはですねかなりコストパフォーマンスも高いですし、仕上がりもすごく良かったのでおすすめしやすいアイテムかなと思います。そしてですね、その下に着てるのはですね、ちょっと開けてみますね、まあ、見えますかね、こちらオンブレチェックのシャツなんですね。これも仕上がりがめちゃくちゃ良かったです。まあチェック柄のシャツ、今年はですね結構旬なアイテムになってまして、まあ様々なブランドから出していますが、まあ、僕ら大人世代が着るとちょっとおじさんっぽく見えがちなアイテムなので注意が必要です。ただこちらはですねモノトーンのブラックとグレーで構成されているので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、今回は全身をですねモノトーンでコーディネートしたかったので、一番レイヤードの下に持ってきていまして、その上にですねドライバーズニットを着て、このようにジップをちょっと締めてあげるような形にしています。そして下からこう開けてあげると少しオンブレチェックが見えるような形でレイヤードを作ってみました。で、ボトムスに関しては GU のもう定番的なシェフパンツですね。これがですね2300円ぐらいかな、価格どうしちゃったんですかね、この恐ろしい価格設定ということで非常に使い勝手がいいですね。まあ、ユニクロのボトムスと比べるとかなりゆとりがあるんですね。身長164センチ53キロの僕で S 履いていますが、かなりですねゆとりのある設計になっています。タックワイドパンツと比べても結構太めなので、まあ、これぐらいの感じが好きな方も結構いらっしゃるかなと思います。僕も個人的にはこれぐらいの太さすごく好きだったりします。まあ XS とかでも僕は個人的には良かったかなと思うんですが、非常にこれもバランスのいいボトムスになっていますね。まあ、このような形でチェスターコートというですねすごく綺麗めなコートを主軸にしてるんですが、内側にドライバーズニットを持ってきたりだとか、あとはオンブレチェックシャツを持ってきたりだとか、少しこうレイヤードを作ることで、まあ今っぽく見せるようなスタイリングをちょっと意識してみましたが、いかがでしょうか。まあ靴はですねちょっとこう綺麗めな方向に振りすぎないようにニューバランスのグレー系のスニーカーを合わせてみました。まあ、このような形のコーディネートもやや難易度は上がるんですけども、なかなかですね鮮度が高くてまずユニクロではできないコーディネートかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね一つの参考にしていただきたいなと思っています。まあ、感覚としてはすごい今っぽい着こなしできるなということで驚いています。まあ、せっかくなのでまあこのコートを使った着こなし、ちょっと違ったバリエーションもお見せしてみたいと思います。はい、ということで内側をですねちょっと変えてみましたが、いかがでしょうか。先ほどはドライバーズニットを着ていましたが、今度はですねハイネックのニットですね、こちらの方に着替えてみました。これもですね3000円弱で買えるような価格設定になってまして、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。厚みとしては中肉厚よりも少しだけ厚みがあって、まあ結構冬に活躍するようなニットになってるかなと思います。まあ、基本はベーシックなんですけども、首元ですねこのあたりがやや丸首のニットよりは襟が高めになっていまして、リブもですね太めなんですね。このあたりにはアクセントを感じます。まあ、こういったその部分のリブもですね強めになっていますが、それ以外は結構ベーシックなので使いやすいかなと思います。でカラー展開も豊富なんですが、今回はですねなかなかいつもでは買わないような色合いをですねあえてチョイスしてみました。イエローというカラー表記なんですが、まあ、マスタード系のカラーで割とですね差し色としては使い勝手がいいかなと思います。まあ単体で着ると結構鮮やかなんですが、上にコートとかを羽織れば意外とですね見える範囲が少ないので調整がしやすいかなと思います。まあ、GU のニットということで、せっかくだったらちょっとこうねいつもと違ったものを選んでみるのもいいかなと思います。まあ、イエロー系も良かったですが、結構ブルーですね、このあたりも非常に使い勝手が良さそうなので、まあ、ぜひ皆さんも使っていただきたいなと思っています。まあ、このようなコート1枚であとは内側を変えるだけでも様々なコーディネートができるんですね。ちょっとトレンド感強めにしたければ、先ほどのようなドライバーズニットを入れてあげて、ちょっとレイヤードのスタイルを作るのもいいと思います。まあ、より大人っぽく使いたいのであれば、このような綺麗めなニットを内側に着て、あとはコートを羽織ればそれだけで着こなしがまとまりますので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、今度はロング丈のコートから少しカジュアル感のあるですね中綿のアウターに着替えてみましたが、いかがでしょうか。これなかなか仕上がりがいいなと思ったんですが、ダウンではなくて中綿のコートなんですね。ダウンほどの保温性はないんですが、
中綿も結構十分に暖かくて、ロング丈のですね、モッツコート風のデザインになっているので、このあたりは1枚着るだけでもかなり暖かいです。撮影当日も結構寒いんですけども、これだけでもだいぶ暖かいので、まあ使い勝手非常にいいんじゃないのかなと思います。今ですね、ダウンも相変わらず人気は高いんですが、中綿系のアイテムも非常にバリエーション増えてまして、その中でもこういった着丈の長いですね、モッツコート風のものというのはかなり増えていまして、まあ、トレンド変わってなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、デザインもミニマルですごく使いやすいんですね。この丈の長さも大人っぽく見えるので、なかなかバランスがいいなと思ってこちらを持ってきました。結構軽量でそのあたりも着やすいですね。そしてその内側にはですね、丸首のニットを着ているんですが、これはですね、あぜ編みのニットですね、丸首のニットになっています。まあ先ほどはちょっとですね、襟高めだったんですが、これぐらいスッキリとしているものも使い勝手が良くて、なかなかこれもバランスいいなと思いました。色はダークグリーンで、ちょっとこうミリタリー感のある色合いなんですが、一番外側に着ているですね、モッツコート風のアウターもですね、ちょっとミリタリーっぽいアイテムなので、まあ、雰囲気をちょっと合わせるようにですね、オリーブカラーを選択しました。まあ一方でボトムスはですね、ちょっとこう綺麗な雰囲気と言いますか、コート自体がブラックだと重たいので、まあ、ボトムスはせめて明るめのカラーを使いたいなということで、まあ、コーデュロイのシェフパンツですね。で、これがですね、色はナチュラルということで、真っ白ではないので、コントラストもそこまで高すぎないので使いやすいかなと思います。コーデュロイの胸の雰囲気なんですけども、割と細胸なんですね。なので、やぼったく見えることもないので、これ結構使いやすいです。で、シルエットも先ほどのシェフパンツよりは少しテーパードがかかっているような形で裾に向かって細くなってるんですね。なので大人世代であればこのあたりも使い勝手いいんじゃないのかなと思っています。まあ、だいぶですね、カジュアルな着こなしではあるんですが、高見えするようなコーディネートをできたんじゃないのかなと思っています。まあ、ユニクロでも去年はこのような、ちょっとこう、着丈の長いですね、中綿のコートやってたんですけど、今年は確かラインナップなかったと思うんですね。僕はそれ結構気に入ってたので、今年も押したかったんですが、まあ、今季は GU のこちらのですね、中綿のコートが非常に使い勝手がいいですし、価格も8000円未満で買うことができるので、このようなアウターとしてはかなり破格だと思います。まあ、ぜひ皆さんも通常のダウンにちょっと飽きてきたかなという場合には、このような中綿のコートで見せ方を変えていただくのもいいんじゃないのかなと思います。あとはこの内側のニットの色なんですが、今オリーブ着ていますが、ホワイト系のニット着たいだとか、ブルー系のニット着たいだとか、まあお手持ちのものでも大体合うとは思うんですね。まあボトムスはホワイト系履いていますが、グレー系のボトムスとかにも合いますし、まあちょっとワイドめのデニムなんかで合わせてもらうのもいいかなと思うので、そのあたりはお手持ちのもので、いろいろとカスタマイズしていただければなと思うので、まあ一つこの着こなしも皆さん参考にしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では全身 GU コーデということで皆さんにですね、いくつかコーディネートを解説させていただきました。普段はですね、全身ユニクロコーデみたいなものはやってるんですが、全身を GU で組んでみたのは初めてだったわけなんですね。僕自身もボトムスとかあまり GU で買うことがなかったんですが、割とですね、使ってみるとユニクロにはないシルエットのものが多くて使い方も良かったんですね。まあ、ユニクロのタックワイドパンツとかもすごくいいんですが、割とこうワイドと言いつつも綺麗めなシルエットでそこまで太くはないんですね。なので大人世代にも使いやすいんですが、まあ、もうちょっとゆとり出したいよねという方も中にはいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな時には結構 GU のボトムスかなりトレンド感のあるようなシルエットなので使いやすいなと思いますし、あとはニットなんかはユニクロよりは少しサイズ感ゆとりがあるんですけども、ベーシックの範疇なので全然使い勝手いいと思いますね。むしろユニクロよりもサイズ感に少しゆとりがある分ですね、ワンサイズ、ツーサイズ上げて着る必要もないので、このあたりはかなり使い勝手がいいと思いますし、チープに見えることは全くありませんでした。またアウターに関してもチェスターコートはユニクロでもありますが、サイズ感がコンパクトなんですが、 GU は少しゆとりもありますし、中綿のコートに関してもすごく今っぽくて使いやすいし、何より価格帯がかなり抑えめなのでトライしやすいかなと思うんですね。なのでユニクロの着こなしとかアイテムにやっぱり飽きてきてる方もいらっしゃると思うんですね。ユニクロの良さっていうのはベーシックで定番的なものがしっかりとあるということなんですけども、裏を返せばトレンド的なものがそこまで強くないというところもあるんですね。まあ、そのあたりをですね、うまくコラボレーションラインでカバーしてたりはするんですが、ちゃんと GU に行けばトレンド的なアイテムがしっかりと揃ってるんですね。ドライバーズニットだとか、あとはオンブレチェックのシャツだとか、このあたりも今っぽいアイテムで、着こなしに加えるだけでもすごくバランスがいいかなと思うので、理想的なのはユニクロと GU をこううまくミックスするというところですね。
ね。このあたりもすごくいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、少しずつ自由なアイテムを取り入れながら、トレンド感も楽しんでもらうと、着こなしの幅がぐっと広がるんじゃないのかなと思っています。まあ、これからも僕のチャンネルでは自由なアイテムはですね、まあ、やらないといけないなと思いました。僕自身ですね、ユニクロにはない魅力をすごく感じたので、動画が伸びようが伸びなかろうが、まあ、しっかりとカバーをしつつですね、大人の皆さんにですね、ファッションの幅広さをですね、より楽しんでいただけるようにですね、これからも頑張っていきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。